皆様、お疲れ様です。ヤンバルクイナの庭へお越しいただきありがとうございます。先日、プロ野球で心配な事件が起こりました。元プロ野球選手で中日ドラゴンズの二軍投手コーチを務めていた門倉健氏が、突如失踪しました。門倉氏は15日から二軍の練習を無断で休んでいて、連絡も取れておらず、家族から愛知県警に捜索願いが出されていました。その後、20日消印で退団届が球団に郵送され、26日に退団しました。現在も居場所がわかっておらず、各所から心配の声が相次いでいます。というわけで、本日のテーマはこちらです。過去にも現役中や引退後で失踪騒動を起こした選手がいます。そんな方を5人紹介します。まず1人目は、冒頭で紹介した門倉健氏です。門倉氏は1995年度ドラフト会議にて中日ドラゴンズから2位指名を受け、入団。2年連続で2桁勝利を記録するものの1999年は不調で、シーズン終了後に大阪近鉄バファローズへトレード。近鉄では日本一になった2001年は開幕投手を務めるなど先発ローテーションの一角として、活躍しましたが、2003年シーズンオフに再びトレードで横浜ベイスターズへ移籍します。2005年は177奪三振で初のタイトルである最多奪三振を獲得しました。2006年シーズンオフに FA 権を行使します。球団との残留交渉の際、せいぜいあと2年で終わる投手、重傷しても10敗するピッチャーはいらない、と言われます。重傷しても10敗するピッチャーとして覚えている方もおられるでしょう。結局 FA 権で巨人への入団しますが、期待された活躍はできず2年で退団します。その後は韓国球界などでプレーし、2012年に引退。日本での通算成績は76勝82敗です。引退後は2013年から3年間韓国のチームでコーチを務め、2019年シーズンより古巣の中日ドラゴンズの二軍投手コーチとして現場復帰します。しかし、2021年5月15日から失踪、現在も居場所がわかっていません。14日までは普通に練習に参加、13日には自身のブログを更新するなど変わった様子はなく、何かトラブルがあったのか、事件に巻き込まれているのかなど、失踪の原因はわかっておりません。193センチ、90キロという体格で顎の長いという特徴があるので、近くにいればわかりそうなものですが、とりあえず、早く安否確認が取れてほしいです。二人目は中西陽吉です。中西陽吉は1983年度ドラフト会議にて阪神タイガースから1位指名を受けて入団。入団後は先発中継ぎ抑えと全てのポジションで活躍し、1985年の日本一にも貢献しました。1996年に戦力外を通告され、獲得する球団が現れず現役を引退します。2004年にから1軍及び2軍の投手コーチを務め、投手陣の整備で大きな成果を残します。2015年限りで、コーチを退任しますが、10月に家族が中西氏と連絡が取れなくなります。しかし、失踪した日の午後に球団が中西さんの消息を携帯で連絡します。失踪の原因は淡路島へ釣りに出かけていたことで、本人は失踪の騒動について何も知らなかったそうです。3人目は愛光武氏です。愛光氏は横浜高校時代に甲子園で優勝投手になり、1980年ロッテオリオンズから1位指名を受け入団します。投手として入団するものの、1984年から野手に転向。当時のパリーグ記録の535試合連続フルイニング出場を記録します。1995年オフに無償トレードで中日ドラゴンズに移籍。2000年限りで現役を引退しました。そして、引退後の2002年失踪騒動が起こります。実は自宅にいたらしく、本人は3日ほど温泉に行っていただけと語っており、実際は失踪しておらず、タレントとして契約していた芸能プロダクションとの、トラブルにより失踪という報道が出てしまったのが原因と主張しました。
4人目は河野博文氏です。河野氏は、1984年度ドラフト会議で日本ハムファイターズから1位指名を受けて入団。1988年には先発リリーフ兼任で最優秀防御率のタイトルを獲得しました。1990年東京ドームのフェンスを駆け上がる遊びをしていたところアキレス腱を断裂し、全治6ヶ月と診断され、球団は一時的に任意引退扱いにして、リハビリに専念させることにします。当時は支配下登録選手60名までと指定されており、故障で長期間の治療が必要な選手は、任意引退扱いにして、怪我が癒えたら復帰させる手法はよく行われていたのですが、本人はそれを理解しておらず、クビだと思って実家に帰り、球団からの連絡をシャットアウトしていました。失踪から2ヶ月後、河野氏が所在不明であることが公表され事態を理解し、公表の十数時間後に母親に連れられて球団事務所に姿を現しました。1995年オフはに FA 権で巨人へ移籍します。この移籍に伴い、日本プロ野球界では初めてとなる人的保障が選択されました。リリーフ専任となり、セントラルリーグの初代最優秀中継ぎ投手にも輝きました。その後戦力外となり、2000年にロッテへテスト入団し同年限りで引退します。5人目はバールスノー氏です。バールスノー氏は1974年、貿易会社の社員として日本へ渡ったついでに、日本ハムファイターズの入団テストを受け入団。日本ハムファイターズとしては初のカタカナ登録名による外国人選手でした。初月給支給と翌日の2軍での登板を告げられた際に失踪します。球団の捜索でも見つからず、スノー氏はすでに帰国していました。本人によれば、滞在先のホテルに脅迫電話がかかったり、暴漢に襲われたりしたため、恐怖を感じて帰国したそうです。パシフィックリーグでは初の無期限失格選手に指名されました。結局、初任給を持ち逃げしただけの選手となってしまいました。本日の動画はここで終了いたします。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。